はい、ワンピー側ケイタさんのエールダス、そしてツーピー側は高坂さんのバイスですね。はい、今回ですね、めちゃくちゃ固まっております。ここですね、B ブロック、まああかんやつですね。はい、と言ってる間に一本先取したのはケータエルザ。さあ時間もないのでかなりハイペース。見てこれ、これやばいでしょこれ。じゃあ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 ここ固まりすぎ。見て。終わりですわ。さあここでバースト吐いて。さあトキバイスは俺も使ってるんですけど、正直やっぱ他のアルカナの方が強いかなっていう気はします。さあそういうことを言ってる間にケイさん一本選手、君でよ君でよ白弦。さあ正直見た感じだとこの A ブロックちょっと抜けているのが啓太さんじゃないかなっていう印象がありますね。ただまあさあ白弦壁シリーズさん、ここら辺はやっぱ3ちょっとやってたんで全然キャラも間違ってないと思いたいが、まあ、ゲン様は大会前に N1 やってるからな。やっぱ N1 ほどこのゲーム安定するゲームじゃないです。さあコンボができない N1 のせいだ。ああ N1 で強キャラばっか使うからこのゲーム慣れない。はい、開幕シークレット。さあ、瓶投げて。聖水。さあ、ここはためにガードしているけど、怪しい。さあ、切り払え。ここからコムニーを置き攻めは。壊しから、さあ、なんか固めてるけど、アルカナっぽくない固めをしている。さあ、クレドめくりあたり。ここは拾える赤い。さあゼニア知らないこの人。はい、勝ったのはケータさん、セキレイさんチームです。次そのまま連戦します。あ、じゃあケータさん、セキレイさんチーム対壁シリさん、ジンさんチーム。はい、
さあ、1本取ったのはケイタエルザ。さあケイタさん、これリッチですかね。さあジンさん、ここで頑張ってほしい。こいつには武名読者も何もないけど頑張ってほしい。さあ立ち火ちょっとここは安いか。さあと言っている間にケイタエルザが端で締めて瓶投げて置き攻め、裏見えない F 式はミスって、立ち火対空これは強いけど安いぞ。さあ途中でしゃがんでしまって、さあこの技名前忘れた、あまりにも使われなさすぎて。はい、じゃあ次は高坂さん、白源さん対、壁尻さん、仁さんチーム、じゃんけんお願いします。はい、ワンピー側が、先方白源ゼニア、雷ゼニアですね、いい組み合わせのキャラも強い今作最強と名高いゼニアですが、さあそして 2P 側壁尻さんの、カムイですね。さあ今回カムイ個人的にあまり好きな調整ではないんですが、あーここでこれダッキング漏れのパイル、ちゃんとやられ位置見てなかったせいでパイルが漏れてしまって、生産食らって1本取ったのは壁尻さんの、神ですね。ジャンビーここでパイルを出せない、それが白源。さあ立ち火体育ジャンシーで追い返して、さあここのジャンシーちょっと本当は怖いんですよね。今作カムイジャンプシーの判定、やられ判定結構でかくなっちゃったんで怖いんですけど、なかなか強気な振り方。さあダッキングアッパーこれ強い。さあ欲張って補正を切りに行ったが切れずに下火暴れ。さあコンボはできない、大丈夫かこいつ。さあここで島釣りだ、技思い出した、決まって勝ったのは、壁尻さんですね。ちょっと上戻るんで誰か進行したい人いましたらチラチラチラ、じゃあお願いします。はい、でも次 B ブロックは俺まあいいや。はい、ごめんなさい、じゃあ実況しますけど、さあ高坂さんがもう残り体力1割切っちゃって、さあここからワンチャン投げて通常投げ、ニュートラル投げ、コンボはちょっと安かったか。
相模 A からコンボを決めて無旅行からの、はい、リバック重ねは当たっていたジャンプ C で突き上げセーブバイス。さあ対するカムイ側もジャンプ A、B、C、 5C からエクステンドめくって仕切り直しでジャンプ C ぶっ込みでお互い勝ったのはバイスで、コンボ安い、あっとここで興奮して、さあ裏に落ちていた。さあグライデン突入まあフォローはできたんで OK として、さあお互い 1-1 置き攻めは怪しいけど、さあしゃがみ使ってそこで興奮、カムイ側がジャンプ C、ジャンプ BC、セイザン、コヌギ、さあ、露骨にシャトルを狙っていくぞ。昇竜拳から叩きつけて、昇竜裏に回ってたまらずバーストバイス。お互い距離取って、立ち得ていく強いジャンプ C 突き上げから、超ひじめはしない、ジャンプ C、昇竜拳からフィニッシュ。さあ魂の昇竜拳で高坂さんのバイスが勝利。はい、じゃあ大将戦になるのかな、ジンさんのゼニアと高坂さんのバイス。さあランクスレではいやー、どちらも S キャラ認定、みんなキャラ選択に妥協しない、でもおしっこ飲めるかって言われたら怪しいさあジャンプ BEC 詰めて高坂さんのバイスが先手を取っていく、ジンさんのゼニアたまらずバーストから攪拌もらってしまって、無料校からの西双剣リバク、しゃがみ A、テーダ BC、5C、BC パーフェクト。さあ高坂さんのバイスが圧倒的に1ラウンド選手。さあじいさんのゼニア 5B 対空からコンボいけず、さあバイスジャンプ A 対空、立ち A 対空とジャンプ C 突き上げ強い。さあお互い怪しい、しゃがみへの攻防を繰り広げて、とりあえずファイル。さあ 5B、5C からのいつものコンボを決めて叩きつけて、ここは双剣で安定取るから、そう人参畑出て追加を出さない。さあパルちゃん助けて、さあこれジャンプいい強い、昇竜拳で追い返すがコンボつながらず、お互いちょっと怪しいムーブが目立つけど、さあガードしてじいさんのゼニア、我慢している我慢しているなんだそのしゃがみへやさあ相手はデータ B で人参投げていく、めくり裏落ちはガードして、あこれは2回目は無理だった勝ったのは、高坂さん、白毛さんチームでーす。はい、じゃあ次、ちょっと行きましょうかね。B ブロック。B ブロック。あ、待って、これ、どうなるんだ